はいどうも皆さんこんにちは、キュウグウです。今回ですね、タウンホール8の方でよくそのドラッシュ対策とかに対してですね、対空砲を真ん中の部屋、要するにこの配置ですとやはりこの真ん中の部屋に対空砲を3つ置いてる方っていうのは結構おられるんですけれども、それが非常にダメだということについて喋っていきたいと思います。早速、参考となるリプレイを見ていきましょう。このようなですね、もう結構ごくごく一般的に見るタウンホール8の配置ですよね。対空砲がレベル、6が3つ真ん中にあると。これがなぜダメかというと、リプレイはですね、一気に破壊されてしまうんですね。基本的にやっぱりタウンホール8ってドラッシュで攻められることっていうのが非常に多いと思うんですね。このドラッシュは結構いい感じのドラッシュですよね。やはりその前線を上げていくドラッシュ、見ていきましょう。呪文の出し方も結構一般的な、いい攻め方だとは思います。ドラッシュに関してそうですね、ここレイジを発動させ、見てください。レイジかつヒーリングで耐久、なおかつ、ご了承されてしまうんですね。それが非常にダメな点というか、ちょっとダメですよねって感じですね。さあここでレイジでもタウンホールも一瞬で壊され、対空砲とかもご利用しで壊されてしまって、あとはもう見ているだけと、もう指をしゃぶってね見るだけということになってしまうので、やはりその対空砲はですね、3つこう真ん中にドンドンドンとやるのではなく、なるべく離して、そうですね、いい配置をちょっと説明できたらいいんですけれども、ちょっと今ないので、なるべくその真ん中に、とにかく今回の動画では、真ん中に3つドンドンドンと置くのはやめといた方がいいよという、話でした。タウンホール8で結構やっぱ白影表も4つになって、配置に結構配置を楽しむ期間でもあるので、皆さん配置をですねちょっと考えてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。